日本の素晴らしい食文化と食生活を守り、未来に継承するために、私たちは夜食の会を応援しています。明治創業の温泉宿亀屋、天皇陛下も宿泊した格式ある宿だ。日本海の旬の幸と契約農家直送の野菜を中心に、職人技を生かした料理が出される。良い食の会に賛同して改めて意識したのは、食材の味を生かす調味料のあり方だ。私自身が化学調味料がダメなんですね。食べた後にもう何時間もこう嫌な味が口の中に残っていて、これ食べてたら麻痺しちゃうな、物の味が分からなくなってしまう。大量生産、大量消費のために、しかもそれを安定した美味しさをってなると、そういううまみ調味料みたいなものに頼らざるを得なくなってくる。亀屋の先人坊のお料理は、ドレッシングから洋食のソースに至るまで手作りで出される。中でも和食の基本である出汁には手間暇を惜しまない。お吸い物一つにしても昆布出汁は3日かけて取り、自然の旨味を取り出す。昆布がどうしても効いてないと味が出てこないんですよね。そこにサワラの出汁を加え、かつお節も加える。味付けはほんの一さじの塩。サワラの塩味を計算した職人の技だ。自然のうまみ引き立つ優しく穏やかな味が表現される。日本料理の基本はちゃんとお出汁を取ることだと思うんですけども、それを安易にできた出来合いの出汁でやってしまえば、もう基礎から揺らいでしまう。ちゃんとしたそのものの味を伝えていくべきなのじゃないかなと。それと、まあそれができる今うちの環境にある以上、それはやるべきだろうと。食材の奥深い味わいを引き出す工夫を職人は惜しまない。皮を焼くことで香りを出したり、同じ食材でも包丁の切り方、入れ方を変えて多彩な味を引き出す。うまく切ったり包丁目入れることによって甘みがかなり出てくるんですね。ただこのままぶっつり切ってこのまま食べるのと味全然違う。日本の良い食が亀屋の料理に詰まっている。ここで暮らす意味を考えるとですね、ここで採れたものをちゃんとした技術で作っていきながら、その技術を伝承しながら発展させていくっていうことをやらないと、本当の意味で地方は良くならないんですよね。亀屋はこれからも良い食の会を応援します。